橋本市。橋本市は、和歌山県の北東端に位置する市である。和歌山県で唯一大阪都市圏、都市雇用圏に含まれる市で、いわゆる和歌山府民が多い。木の川中流に位置し、かつては材木運搬、高野山、宿場町として栄えた。東西軸の経営縄自動車道、橋本道路及び、国道24号と南北軸の国道371号。 橋本バイパス、大阪府堺北は、地域高規格道路、大阪橋本道路が、市内中心部で交差する交通の要衝としての、発展が期されている。橋本の名称の由来は、1588年、高野山の菊用語が木の川に橋を架けたことによる。和歌山県の北東県境に位置し、北に、大阪府河内長野市、東に、 奈良県五条市と境界を接する。旧高谷口町にあった二つの飛び地が解消されない、まま合併したため、現在も葛城町内と久戸山町内に飛び地がある。北に、金剛山地、木泉山地、ダイヤモンドトレイル、南に、木井山地に挟まれた、山間部で東西に、市の中心部を木の川が流れる。木の川に沿い国道24号や JR。 和歌山線が通っている。市の南北には国道371号が貫いているが、南海高野線は北部より中心部を経て国道370号と共に木の川南側を通っている。周辺を山に囲まれた自然豊かな市である一方、北部には大規模なニュータウン内海橋本林間田園都市や企業、誘致用地などで里山や丘陵地が削られると、 年々開発が進んでいる。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると3.16%減の66,362人であり、増減率は県内30市町村中6位。高野街道と伊勢街道、山和街道の交わるところに位置し、京都や奈良のとの文化と高野や伊勢の宗教文化が溶け合い。 独自の歴史と文化を育みながら発展。丘陵地から出土する遺構や遺物から、縄文時代にすでに人が住んでいたことが確認されている。また、伊勢街道と高野街道とが交差する交通の要衝で、霊峰高野山への山系口の一つとして発展してた。近世では、徳川市の力を得て、町が拡張され、地方物産の集産地として、 商業中心地が形成された。これらの交通の要衝と木の川の陸揚げ場として、地方物産の集産地となり、また、農業の副業としての養蚕や旗織りが盛んとなり、後の繊維業の基盤となった。明治27年、1894年に調整を、施行し、明日ともに、糸郡の中心都市となった。明治33年、1900年に、 現在の和歌山線が開通、大正4年、1915年に、現在の南海高野線が、橋本駅まで開通するなど通り網の整備により、和歌山方面、奈良方面や大阪方面と結ばれたことで、産業も目覚ましい発展を遂げ、農業においては、柿と鶏卵の生産が盛んで、工業においては、高い技術力を誇る。 竹製ヘラサオとパル織物の生産量が日本一となっている。昭和40年代には高度経済成長の波に乗って公共公益施設、道路等が順次整備され、さらに昭和50年代に入ると大規模住宅開発が本格化し、全国でも有数の人口急増都市として発展してきた。ただし都心回帰の影響を受け、人口は2000年をピークに減少傾向にある。 南海電鉄、南海不動産による南海橋本林間電園都市の開発が進行中。https ja.wikipedia.org wiki wikipedia テキストオブクリエイティブコモンズアトリビューションシェリアリック3.0アンポーテッドライセンス。民間企業が開発するものの中では最大規模のニュータウンである。和歌山県と 橋本市は雇用の創出と県経済の発展のため、北橋本エコヒルズなどへ企業誘致を重要施策と掲げて積極的に取り組んでいる。各郵便局には郵貯銀行の ATM が設置され、橋本、荒野口の各郵便局ではホリデーサービスを実施2011年6月現在。橋本市内の郵便番号は648から00。 XX 合併以前からの橋本市域と649から 72XX 旧高野口町域がある。民営化以前は649から 72XX 区域の周配業務は高野口郵便局が担当していた。現在はいずれも橋本郵便局の管轄。同局は2007年、平成19年3月5日付で、 周廃業務を橋本郵便局に移管し、現在は窓口業務のみとなっている。外部リンク、橋本審議会。南海単独の駅としては、臨間田園都市駅の方が列車本数が多い。橋本駅は JR と南海の乗り換え駅としての機能が強い。なお、橋本市の主要交差点でもある、渋木交差点には路線バスの通行は一切なし。 2009年12月1日より運行を開始したことにより、和歌山県内に南海バスの路線が復活し、さらには同県に深夜急行バスが初めて乗り入れ、することとなった。奈良県を放送対象地域とする独立 UHF 局の奈良テレビのサービスエリアに含まれ、ほとんどの地域で受信可能である。TXN 系列のテレビ大阪の受信困難地域であり、 テレビ和歌山を含めて2局がテレビ大阪の代わりとして視聴されている。ちなみにテレビ和歌山の橋本東中継局は奈良県下市町に所在する区域外送信所域外中継局である。2013年4月1日に FM は下都が開局した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。